券，中国股市行情。中国股市行情。中国股市行情。内藤証券、中国株情報。皆さんこんにちは。内藤証券中国株情報の時間です。この放送は東京日本橋兜町内藤証券東京支店にありますサテライトスタジオ株スタ7110から生放送でお送りしています。そして今日も内藤証券中国部長の村上哲也さんと一緒に番組を進めてまいります。村上さん、本日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それでは早速、先週から今週にかけての中国株式市場の動きを振り返ってまいりましょう。まず本土市場、上海総合指数です。本土市場、先週火曜日6月16日の終値 4887.432 ポイントから、昨日23日の終値は 4576.492 ポイントへ 6.4% の下落となりました。代わって香港のハンセン指数です。こちらは16日の終値 26,566.70 ポイントから、昨日23日の終値は 27,333.46 ポイントへ、こちらは 2.9% の上昇となっています。先週から今週にかけての動きについて村上さん、解説をお願いいたします。はい、まず本土市場ですけどね、はい、先週の初めから、久々に調整らしい調整局面というかね、はい、入ってきました。そういう状況になってきてますということですね。からと、香港の方ですけども、こちらの方はですね、27,000ポイント割れというところでね、いや一旦下げ止まりの感じという動きになってきてます。でまず本土市場の方ですが、こちらね、上海総合指数のチャートでありますけれども、この線から右側ですね、先週の水曜日以降、で今週の月曜日が休みでしたんでね、今回 1,2,3,4 日分とこういうことになりますね。で先週頭からいくと、ここですね、先週の月曜日15日の日ですけど、これは103ポイントそこそこ下げたと、から火曜日も175ポイント安ということでね、大幅続落と、ここで5000ポイント割れてしまったと。から水曜日ですね、これ一旦80ポイントだからね戻したんですけど、木曜が182ポイントで、金曜が306ポイントということでね、大きく下げて4500ポイントを割り込んでしまったと、から週明けの月曜日休みで、火曜日ですね、これ昨日ですね、途中ね、これ200ポイント以上安いところがあって、4200ポイント台まであったんですけど、結局引けてみればね、プラスということなんですけどね、ちょっとね、足元調整色が強くなってきたという感じですね。はい、確かに久々の調整局面という感じですね。では材料についてお願いいたします。はい、まず先週の月曜日ですけどね、103ポイント大幅安だったんですけど、この日はですね、その前の週末にね、金融緩和期待でこれがあったんですけど、結局空振りに終わっちゃったということプラス、今週の半ばぐらいをピークにですね、新規の株式公開がね、大量に出てくるということで、それを背景にした需給悪化懸念、このあたりが悪材料視されたということなんですね。そして翌日16日は175ポイント安と、さらに下げ幅が大きくなりましたね。そうですね、16日は、その需給悪化懸念で、それに加えてですね、でも最近正規のね、信用取引を使わないで、使わない、いわゆるその高レバレッジの取引をしている人たちがどうもいるらしいということでね、証券当局が取り締まりをかなり強化してきたというようなことが、ニュースとして伝わってですね、慌ててみんな、ポジション解消というかね、売りが出たということで、急落したと、こんなことのようですね。はい、そうですか。そして17日は80ポイント高と一旦下げ止まったわけですが、18日の木曜日はまた182ポイントの大幅安、さらに金曜日は300ポイントを超える急落となって、とうとう4500ポイントを割り込んでしまいましたね、こちら。そうですね、17日の日はね、一応2日間で、その前の2日間でね、5% 以上下げてたんで、値頃間からの買いが入った、いわゆるその自立反発ということだと思うんですけどね。
で木曜日ですけどね、ここはね、先ほど言った IPO 新規公開ですね。でこれが募集のピークということで、はい、まあ、かなりの資金がね、そこに、集まってしまって、流通市場の方から少し出てしまった形になったんですね。でそれともう一つはね、香港で例の選挙制度の改革案というのがね、はい、結局否決されたということで、深圳香港のストックコネクトというのがね、今秋ぐらいから始まるんじゃないかと言われてるんですけど、それが少しね後ろにずらされちゃうんじゃないかみたいな話とかね、から足元で急落してきたんで、後遺症というかね、追加の保証金、強制決済が増えてくる、そんなようなことでね、が背景になっていると。あと金曜日は300ポイント超えるね、お勧め下げだったんですけど、はい、そうですよね。これもね理由としてはほとんど同じでね、その IPO に伴う資金の凍結ということと、それから個人のね高レバレッジ取引に対する規制の強化であるとか、から温床強制決済、その辺の話ですね。で、そういったことで、売りが売りを呼ぶというかですね、要は個人投資家の、パニック売りが出たということだと思います。はい、そしてでは週明けに移ってまいりましょう。こちら月曜日は休場で再開した昨日火曜ですね、98ポイント高ということで、とりあえず下げ止まったと見ていいんでしょうかね、こちらは。そうですね、昨日ね、途中で200ポイント以上下げる場面もあったんですけどね、はい、結局終わってみたら98ポイント高ということでね、プラスを確保したということでね。で、昨日はね、6月の HSBC の PMI が出てですね、でこれ数字はそこそこ良かったということでね、それ自体は好材料ではあったんですけども、ただね、やっぱり最大の理由としては2日間急落した、でその後だけにね、買い戻しが一部入ったんだろうということだと思いますね。で、下げ止まったかということなんですけども、6月12日にね、高値で5178ポイントまでいったんですね、はい。でそれからね、ここですね。でそれからあと昨日の安値が4264ということでね、この間で914ポイント、18% の下げということですね、はい。なので、値幅的にはね、十分安いと、いいところまで来たんじゃないかという感じですね。でただ大きい下げの後ですんで ね、まだしばらくね、不安定なところあるかもしれませんけども、ただ全体の資金の流れが変わったということではないと思うんで、おそらく方向としてはね、なお上を目指す動きだろうというふうに思います。わかりました、ありがとうございました、ここまでは本土市場、そして香港市場の動きをまとめてお伝えいたしました。失礼いたしましたこの後では香港市場に、移ってまいりましょう、それでは香港市場いかがでしたでしょうか。はい、香港ですけども、こちらがね、ハンセン指数のチャートなんですけども、ご覧の通りね、いわゆる下げ止まって少し回復方向というような感じになってきてますね、はい。なるほど、ではこちらは材料には何があったんでしょうか。先週はね、週前半結構下げたんですけどね、はい、これはギリシャ問題、ギリシャの債務問題ですね。でこれとか、あとはアメリカの FOMC を控えていたとかね、そういった理由で、下げたということなんですね。でただ週の後半はニューヨークとかね、あとは本土市場でこの辺りが反発してきたということで、はい、特に18、19この辺りはアメリカがねしっかりしてきたということがあってね、本土は安かったんですけど、そこそこ香港の方は頑張ったと、こんな感じですね、はい。で週明けですけども、これはギリシャがね、最悪の事態どうも避けられそうじゃないなんじゃないかというようなことで、それがあったり、昨日の、ね、HSBC の PMI、はい、この辺りで、月曜火曜と続伸と、こんなことになってます。はい、ありがとうございました。ここまでは本土市場、そして香港市場の動きをまとめてお伝えいたしました。この後は知って得する情報コーナーです。内胆证券中国股市行情。
って得する情報コーナー。このコーナーでは週の話題や個別の業界、企業などを取り上げています。さあ村上さん、今週の話題をお願いいたします。はい、今週は会社を一社ご紹介したいと思います。はい、企業名をお願いいたします。中国中鉄チャイナレールウェイという会社で、はい、コード番号が00390で、香港のメインボードに上場している H 株ということになります。はい、まあ、レールウェイと聞くと鉄道かなと思うんですが、具体的に内容をお願いいたします。レールウェイなんですけど、鉄道ではなくて、はい、鉄道の、まあ、建設会社っていうんですかね、はい、まあ、鉄道だけじゃないんですけどね、やってることは、はい、まあ、インフラ建設、鉄道を中心に道路とかね、はい、あとは例えば地下鉄であるとかから、まあ、他の建物とかね、港湾とか、まあ、都市インフラ、まあ、こういったものを幅広くカバーする、まあ、建設会社ということになります。はい、そうだったんですね。では業績について教えてください。はい、業績の方はですね、まあ、去年の12月期ですけどね、まあ、9% の増収で、純利益で 10% 増ということでね、業績の方は順調でした。はい、で、まあ、理由としてはね、中国政府が景気刺激策の一環ということで、まあ、鉄道中心にね、インフラ投資を積極的に、まあ、増やしたと、まあ、このあたりが追い風になったということで、特に鉄道の建設、ここがね 10% の増収と、から都市インフラについては、まあ、20% 近い増収ということでね、まともに堅調でありましたと、うん、でこのあたりが理由になってるんですけど、まあ、今年に入ってもね、この1、3月期、7% 増収で、利益も 14% 増益ということでね、まあ、足元もより順調に来ているということですね。うん、はい、では見通しについてはいかがでしょうか。はい、まあ、これね、前にも何回かお話していると思うんですけど、はい、一つは北京とか天津から、まあ、河北省というところですね。で、はい、この辺りを一体にした、まあ、一体とした開発、うん、でこれがまあ本格化してくるということとかね、あるいはその、まあ、長江流域、まあ、昔で言う四つ湖ですよね。でそこの交通網整備を狙った、まあ、長江経済ベルトっていうのがあってね、でそれの建設計画がありまして、まあ、この辺りも追い風になってくるということで、まあ、要は国内事業がね、この辺の進展に伴って増えていくっていうことですね。はい、からもう一つは海外ということで、まあ、例のねシルクロードが、まあ、一帯一路なんて言ってますけど、まあ、これで、国外の、まあ、インフラ投資、これがまだまだね、増えてくるということでありますから、まあ、そういう意味でね、海外事業も中長期で成長が期待できるだろう、まあ、国内海外ともにね、まあ、これから十分伸びていくと。で特に海外の方はね、もうすでにね、インドシナ半島、ラオスと中国の内陸部を結ぶ鉄道の建設とかね、もうすでに始まっているんでしょう、あるいはイランの高速鉄道整備、まあ、この辺りでね、かなり積極的に受注活動をやっているということで、まあ、そういったものがね、まあ、実を結んでくれば、まあね、中長期的な伸び、はい、まあ、これはまず間違いないだろうという感じですね。はい、ありがとうございました。はい、本日は香港メインボード上場の H 株、チャイナレールウェイ、コード番号は00390をご紹介いたしました。内藤証券では上海 A 株の取り扱いを開始しています。上海 A 株ご購入をお考えのお客様は、ぜひ内藤証券にお越しくださいませ。それでは本日はこの辺で失礼いたします。村上さん、今日もありがとうございました。ありがとうございました。